そういう環境の中で、ねいるわけですから本当にそういうプロのこの技をですね糧にしてもらいたいと思いますが、高く上がりました。風は追っている。伸びるか伸びるか、伸びていって入りました。今井のツーランホームランが飛び出してついにロッテ2桁得点。レフト高々とアーチをかけました。今井、今井今シーズン第1号のツーランホームラン、10対0となりました。8回の裏6点を取ってビッグイニング。ピッチャーによってこうなっちゃうんです ね野球というのは怖いですね。山本が登板してややコントロール制球難、それで4点を取られて勢いづいて的場のツーベースに続いて今江のレフトスタンドにアーチをかけました。これで10対0です。11本目のヒット。